こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットを始めていきたいと思います。はい、というわけで今シーズン終わりました。もうジャパンカップも敗退してるので、あとは12月は、ね、練習試合やっていくだけです。今回は2週分練習試合を行っていきたいと思います。またですね、まだ選手は確保できないのか、予算が結構厳しくなってきましたので、いくつかの選手を2人かな解雇いたしました。2人よって、この状態で全員がついに女子選手になりました。というわけでキーパーが足りないので、カルメンに、キーパーやってもらうことになりました。カルメンのキーパーデビュー戦ですね。フレッシュリーグ、こんなんで強くなるんかいなと思いますけど、すごいなフレッシュリーグ。ということで、しばらくはカルメンが、キーパーです。さあ、これユーナとエリカにしましたので点取ってもらいましょう。試合開始です。おっと、これ最低リングですよ。勝って当然でしょう。あーっと抜け出した、左、あー外すか。 N1 なんですからね、いくら控え中心でもしっかり勝ってくださいよ。さあ、エリカ自分で持ち込みました。シュート、ユーナ入りました。先取点です。おっと、ゴール前持ち込まれた。いいですね。さよ、決めた。スルーで決めました。2対0。結構言われますね、指摘が。簡単に抜かしますが。さあ、ここは飛び込んで、エリカ？ああ、決められない。節子、縦に。さあ、エリカが取って、ユーナ、ナイスヘディング。
簡単に取りました。ユーナがセンタリング上げて、エリカ、シュートがパッとしない。チャンスなのにね。おっと、取られてしまった。抜かれた。試合終了です。ちょっと最後どうしたんでしょうか。確かにボールの支配率、シュートとも圧倒的だったんですが、意外に細かいとこではパッとせず、課題をたくさんいただきましたね。さあ2周目です。この勢いでキャピタル東京にこのままやっちゃいましょう。メンバー先ほどと同じです。それで果たしてどうなるか。さあキックオフ。すごいな、キャンデオすごいや。1対1。相手のこのくるっていう、しかも一瞬を見逃さないとこはすごいですよね。くるみちゃん、おっと、くるみ、あ、しまったかも。一流メンバーだったんですよね。さあ課題をたくさんいただいております。うまく守りました。夏木選手交代ですね。カルメンにキーパーを変えていきます。みゆき変わって節子を入れます。これでどうなるか。外へ出しましたね。さあ素人同然のキーパーだ。課題をどんどん、課題がどんどん増えていきます。さあナーコ逆サイドへ、見よ。さあいい球だが、イエスエナーコ、クルミが、逆にピンチを招いてしまいます。入れ合えてしまいました。ここまで踏ん張ったんですけどね。緑、さあアディショナルタイムに突入。最後のチャンスだろう。2点取られてしまいました。ピノ入ったとこで試合終了です。今度は圧倒されましたね。まだですね、まだ選手を獲得できる状態ではありません。
キーパーを特訓します。ヒラリーも特訓しておきましょう。はい、というわけで、今回は、オフシーズンということで練習試合2試合お送りしました。最初がフレッシュリーグのチーム。なかなかもっと点差広げてもいいのになという伊香保控選手でもやっぱりこれは物足りない成績でした。一方、この N1 1位のキャピタル東京戦。途中まではなかなか悪くはなかったんですが、最後に2点取られちゃいましたよね。どんどん力をつけていかなければならないということが改めて理解されましたので、次からまた力をつけていけるように頑張りたいと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。